皆さんこんにちは、浦和レッズの駒井義明です。ドルトムントとの試合は親善試合という形なんですが、浦和レッズは勝利を目指すチームだと思ってますし、絶対に勝って、浦和レッズここまでできるというのを世界に見せつけれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。クロップさんがね、いた時代からちょっとすごく好きになったんですけど、そこから本当に若手中心で本当に攻守の切り替えが早くてスピーディーなサッカーをするっていうイメージはあったんですけど、それは今でも変わらないですかね。やっぱ見てて面白いなってすごく思いますよね。やっぱ切り替えが早くて、その攻撃も守備も休む時間がないというか、やっぱり見てる人をずっとこう画面に釘付けにするというか、それは本当に魅力を感じます。僕右サイドやることが多いので、ゲレイロとか、左でやったりしてますし、あとはやっぱり、バルトラとか、年齢もすごく近い選手なので、そういう選手とはすごく1対1とかやってみたいなと思います。ドルトムントを応援する人もいるだろうし、浦和レッズを応援する人もいると思うんですけど、このクラブはやっぱりそういう試合でもやっぱ勝ちにこだわるそういうクラブだと思っているので、本当にみんなもすごくモチベーション高くやると思いますし、浦和レッズ世界でもここまでできるんだぞっていうのをやっぱり見せて勝ちたいです。すごく楽しみですね。本当にそういうクラブとやるのは初めてですし、この機会でどこまでね、やっぱ自分のストロングポイントである、ドリブルとかそういうのをやっぱり世界でどこまでできるのかなっていうのは、すごく本当に今からすごくワクワクします。